こんにちは、秋田内陸縦貫鉄道秋田内陸線の有又木駅から2キロぐらい車で送ってきていただいてですね、止まっておりますが、ここは又木の湯さんです。で、その旅館のですね、ところで多分あれですね、これってすみません、ちょっとお聞きしたいんですけど、あの又木の湯さんが直接あのロブロクを作りになってるってことでいいですね。そういう認識ですよね。そうそうですね、はい、というわけなんですが、そのロブロク工房をこれから見学させていただきます。で、あのですね、あの私あの21歳なわけですけど、あのお酒というのはあのもうほとんどなんか何ですか、料理酒があの入ってるのぐらいしかの実は飲んだことないですね。あとは前にミュンヘンに行った時にね、ビールがなんかあって、あのビールとノンアルコールとどっちか分かんなくて両方飲んだみたいなことありましたけれど、まあ、そんぐらいですしね、全然お酒の味なんか分からない、そんなやつがあのどぶろくの味を語れるのかとてもあの自信がないわけですが、まあ、そういう人がどぶろく飲むってことはめったにないと思うので、皆さんもあんまり多分縁がないお酒だと思いますから、あのそれは今回私の率直な感想をお聞かせしたいと思います。ただね、いい香りのするお酒だっていう印象は持ってるんですね。お作りのどぶろくは後で夕飯の時に出していただくお話になっているんですが、私はアルコールをほとんど飲んだことがありません。 そんなやつが、ね、アルコール飲んで大丈夫かな、明日も仕事あるのにね。というわけでこんなものまで用意いただきました。ウコンの力とか、なんかこれを飲めばね、酔っ払わないらしいです。そんな別にガバガバ飲むつもりはないけどね。でもどぶろくよりもこれがどんな味するのかな、こっちの方がなんか不思議だな。ああ、美味しい人工甘味料の味がしますね。市販のやつ、はい、すみません、僕がリクエストで先に市販のやつをお願いしましたので。日本酒すらもしかしたら、いや、ちょっとは飲んだことあるかな、ピリッとするなぐらいの感覚なんですけれど、多分どぶろくは全然違いますか、日本酒とは飲んだ感じ。だいぶ違いますね。あ、そうですか。それなら僕にも違いをご紹介できそうでよかった。入ってるので、はい、そこまで辛口甘口っていうのは、うん、分からないですね。あ、そうなんですか。うーん、確かに中にはものすごい甘いのもあるんですけど、はい、やっぱりこう辛口淡麗って言われてるのは、うん、あのもろみ混ぜてしまうとそこまで辛くなく、うーん、じゃあ割とこれはその普通のどぶろくを今いただいてる感じですね。変わり種ではなく、まあ、ついでいただいたんですが、早速こっちに、ね、生の方もついでいただこうと思います。生はつまりあの殺菌とか、それからあの、まあ、温度を上げて、加熱処理などをしていないということです。ということはこれはあの基本的に来ないと飲めないということですか。そうですね、これはここに来ないと飲めない。あ、それは価値がある飲み物だ。はい、じゃあ失礼します。はい、じゃあいただきます。うん、あ、なんか初心者にも飲みやすいですねこれ。うん、日本酒よりもなんかこうかなりあの受け入れやすいというか、甘酒飲み慣れてる方は飲みやすいと思います。うん、甘みのちょっとない甘酒みたいな感じで、うん、全然知らず飲める。うんうんうん、へえ。なんかその僕お酒の味って全然わからないんで、あのいい感想が言えるかなと思ったんですけど、あの思ってたのとはもう全然違って、とても美味しいですね。これは生だとだいぶ違う、うんうん、アルコール度数はちなみにどれぐらいですか。13度。あ、13、あ、結構強いんですね、うん、お酒の中で。じゃあ今度生のものです。いただきます。あ、全然違う。冷えするとまろやかになってコクが出るので、うんうんうん、へえ。こうやって比べるとね、違いが全然違います、ね、うん、かなり違いますね。こうなんていうか、もわっとしてるっていうかね。これまろやかって言うんでしょうけど、シュワシュワしてるのもまたこう、そうですね、酸味が強いですね、うん、酸味が強いのとシュワシュワしてるのが発酵してる証ですね。うんうんうん、発酵してる方がアルコール度数がかなり高く感じる、うん、あ、そうなんですか。うん、変わるので、非常に微妙ですね。生きてるって感じ。生きてるって感じ。した方はお肉に合うんですけど、うん、生の方はお魚に合うんですよ、ね。うまい。美味しいんでついついねこう全部飲んでしまいそうになるんですけど、ちょっとあの間を空けないと僕はまだあのお酒13度ごくごく飲むの早いかなと思いますね。一旦後でまた後で味わわせていただきます。でもとっても美味しいですね本当に。
ビールとかよりもむしろあんまりお酒っぽくないですね。苦味もないし、うん、苦味がそうないからだ、ね、ああそういうことか。確かに、うん、お酒ってなんか苦いイメージがあるんですけど、ま、全くないわけじゃないみたいですけど、でも普通に、うん、裏岡さん結構危険なの、これグーグーじゃん。そう、そうですね、かなり危険ですね。13度としてちょっとこれ飲み口いい方だと思う、うん、こんなにあの当たりのいいものだとは思わなかったです、本当に。あのこれ少なくしてるんで、まだまだ飲めるので、余裕が欲しければ。大の大人もね、みんな危険だなって言って、そんな危険な美味しさですけど、これね、さっき教えていただいたんですが、お茶と混ぜて、お茶というか、紅茶と混ぜて、ドブロックカクテルみたいな風に飲まれる方もいるそうです。ミルクティー風、他にもいろんな飲み方ありますか？多分ありますね、うん、あのこういう酸味が強いの苦手な方は、はい、豆乳だったり牛乳と混ぜて、ああそれと打ち消しながらってことですね。打ち消しながら酸味が柔らかくなるので、はい、まろやかになって飲みやすくなるので、うん、あそういう、逆に言うと割って飲むっていうやり方も結構普通なんですね、ドブロクは。そうですね、やっぱ生飲みたいけども、はい、市販の生ってなかなか売ってないので、はい、炭酸水と割って生風にしてしまう。あなるほど、あそういうやり方も、そういう方もいらっしゃいますね。あ場所なので、はい、僕を作れます、ということでここのどぶろく工房というのは北北市さんが作ってくれた工房で、はい、それをうちの方の会社で、運営しているということになります、はい、ぜひあの楽しい、あの美味しいどぶろくを飲んでいただくように一生懸命作っています、はい、お願いします。お願いします。で今ですね、あの入念にあのレクチャーを受けまして、相当いろいろあの事細かに伺ったんですけど、あのありがとうございます。ちょっとね、あの僕なりにまた、皆さんにご説明しようと思うんですが、あのここの地図がこんなになってまして、この搬入口というこう保管庫ってありますけどね、ここにこう入ってきてお米があって、ここで精米、精米室とありますが、まあ、お米をこう、まあ、洗ったり、まあ、溶いたりと、多分そういうことするんだと思うんですね。でその場所がこの奥にあります、流し台などもついているのが見えます。で、まあ、ここだけのところを見ると、この一番の様子を見ると、そのお米がこれなわけですけれど、まあ、多分ご飯をあの炊く過程と、まあ、似ていますよね、多分ね、これはそうだと思います。で、このご飯を別にあの炊くわけではありません。そしたらあとは食べるだけですから、そんなことしてもしょうがないんで、あのお米をまずは蒸して、そして、まあ、こんな感じになるわけです。まあ、炊いたように見えますけれど、あの普段食べるようなご飯とは違う。またお酒作るお米ってね、あの食べるお米とまた種類も違うそうですけど、でそれで、ここで作ったお米、これはあのでんぷんですね、理科の授業でやったと思います、あの要素液ポタポタやる紫になるやつですよ。あのでんぷんを、それをまた変換して、でんぷんを糖に変換するんです。でその変換した糖を、もう一度変換してアルコールにするのが日本酒を作る工程らしいんですね。私も全然知らなかったんですが、今回、ね、丁寧に教わって分かりました。でちなみに、このお米のでんぷんを糖に変換して、それをアルコールに変換するわけですが、アルコールに変換しないで糖のままで止めておくと、それが甘酒になるそうです。でここではもちろんお酒作りますんで全部やりますけどね。で、ここに順番が書いてあるんですが、先に順番をスキップしてご紹介しますと、まず1番お米をこう洗って水につけました。でその後蒸してこういう風にしました。1,4,5 の順番で、お米が、こういう風に今炊かれています。でただお米をこう洗ってこのその間蒸してる間に時間がかかりますんで、その間の時間に何するのかというと、ここにこう酵母水を作る。酵母っていうのは酵母菌って、まあ細菌ですね。その細菌と水をこう混ぜてですね、なんか温度を変化させたりとかして、それであの酵母菌って、あのこう要するにでんぷんを食べて、それでアルコールを作る、その菌をあの動くようにこうあのスイッチを入れるんだそうです。でそれから同じようにお米のでんぷんを食べて、それから甘酒となるようなあの糖を作る麹菌もまたあのこう入れておいてですね、それもまた、準備をする。それぞれにやっぱりその菌はあの温度が変化することによって動き出すそうですから、動き出すところまでこうその間に、ね、お米をこう炊いたり蒸したりとかしてる間にここでこういうのをやるらしい。でそれであのお米もできました、菌の準備もできましたっていうところで、これをこう混ぜてですね、で混ぜたところにこうお米を入れて、でそうするとあのもう全部中でこう、あとはまあ化学反応というかね、勝手にこう菌がやってくれるわけですけれど、まあ、この程度こう混ぜて、でそして混ぜてできたその、お酒の素、まあ、様々な酵母菌と麹菌と、それからお米、それでもうあとはアルコールを混ぜて置いとけば、あと菌が仕事してくれるっていうことですけれど、それをやらせるのがあそこの発酵室だそうです。発酵室もあの2つあって、まあ、温度がいろいろとね書いてあるんですけれど、あの詳しい温度は忘れましたが、あの奥の方であのまずちょっと低温でやってですね、それでしばらく何週間か寝かせた後、またこっちへ持ってきて、もっと低い温度で、最終的にすいません、これってどのぐらいかかるんですか、あのお米がここについてからお酒になるまでだと。約1ヶ月、完成まで1ヶ月ぐらい、ね、結構かかるんですね、はい、じゃあもうまさに今もあそこでやってるところですか。そうです。そうです。あ、なるほど。という、1ヶ月ぐらい思ったよりかかったんですけど、あ、そうなんだな。
で完成したのがこのどぶろくというわけですが、あのどぶろくはあのさっき甘酒うんぬんという話もしましたけれど、あのこういうふうにまだ原料のお米とかがそのまんまね、これ混ぜた状態だと残ってますね。でそれを最終的にあのまたこし取ると清酒になるわけですが、あのこし取らないでそのまんま飲めばそれがどぶろくなんだそうです。だから中にあの原料になったお米とかそういうののカスとかがたくさん残ってるわけです。あのですね、私ちょっと今覚えたことをそのまま喋ってたんで、喋ったこと間違いないですかって聞いたら、おおむねやってたらしいんですけどね、あの一箇所あの酵母がタンパク質を食べるんですが、タンパク質ってあの皆さんも習ったと思うんですけど、あの体の元を作るものですんで、あのそんなものここに入れてもあのお酒なんかなりませんから、あのそうじゃなくて、でんぷんとか糖とかそういうものを食べるんですね。すいませんみたいな人は入れないんですよね、この中に。ごめんなさい。はい、やっぱその食品っていうかあれだからですよね。あの今ですね、ちょうど瓶詰めになったものを見せていただけるんだそうですけど、ここの包装室に入った段階であの完成品でも酒税があのここに持ってくるとかかるっていうことなんですか。そうなんですか。ちょっと今取り逃してしまったんですけど、この保管室の中はあの食べるものとかも結構厳密に管理されててですね、納豆を食べた人は納豆菌持ってる可能性がありますんで、そうすると入れないそうですね。持ってきていただきました。これが完成品ですね。あ、結構確かに見るからにお米から作ったっていうのがもう分かるような液体ですけど、夕食の時に出していただけるそうです。これがあの、はい、できたどぶろくなんですけども、うん、これが1年、ね、寝せたどぶろく、はい、これが今できたっていうどぶろくなので、うん、色だいぶ違うと思います。あそこに加熱のやつがありますけど、あの全部完成したどぶろくの中に菌とかが入っているわけですが、そうするとさっきも、ね、説明していただきましたけど、中に菌が入って発酵している状態だとビールがそうですよね。あとこうシュワシュワシュワとこうあの炭酸を飲んでるような感じになるわけです。でここで発酵を止めるために、もしくはあの殺菌をするために、火を入れると、まあ、そういうのももう全部なくなってシュワシュワ感みたいなのなくなるそうですけれど、まあ、作りたてのものをそのままいただけば、ちょっと違うまた普通の、まあ、スパークリングみたいなのが多分味わえるんでしょうね。これ色が違うと味も違いますか。違うと思います。だいぶコクが出て、はい、出てくるんじゃないかなと。じゃあ寝かせた方が基本はいいんですね。そうですね、なんですか、ウイスキーとか同じ、はい、さっき出していただいた寝かしたお酒はまだ発売していない商品だということでした。そういう特別公開も、ね、ありがたい話です。はい、これはね半年前に作ったやつなんで、うん、もし部長からOKもらえば飲んでもらう。ああ本当ですか。私ね、飲酒って本当にまともにやったことないんですよ。それは今までお酒に全く興味ないし、まあ、別にお酒高いからね、水飲みはいいやと思ってずっとやってきたんです。まあ、今回のもですね、どぶろくを飲んで、率直に言って別にどぶろくに超めちゃくちゃドハマりして、永久にこればっかり飲み続けようみたいなレベルにはならなかったですよ。あ、美味しいな美味しいな、あ美味しい、なんかこうどんどん飲んじゃえるけど、でもこれ飲んだら酔っ払いそうだから少なめにしとこうって意図的にこうセーブするような、そんな感じの経験をしましたね。まあ、だからね、多分飲みやすいっていうか、私みたいな初心者はお酒の美味しさってのはね、日本酒とか舐めてもピリッと辛いね、よくわからんなみたいな感じなんですけど、そういう人でもこう美味しく味わえるお酒だと思いますんで、甘酒ほど甘くないしね、飽きないと思いますんで、うっかりしてるとごごく飲んじゃう美味しさがありますからね。こういう、お酒初心者からの、超薄っぺらいレビューかもしれませんが、でもそれもね、まず初心者でも味がわかるお酒、若い人にも多分おすすめできると思うんですよ。だからね、ぜひ、何か飲む機会があったらば、ぜひどうブログも味わってみられるとよろしいと思います。ただ度数 13% ということですから、まあ、私酔っ払うという経験もしたことないんで分かりませんけれど、十分注意してお飲みになってくださいね。じゃあどうもご視聴ありがとうございます。